ケイト・リンローはアメリカのソフトボール選手。カリフォルニア州タスティン出身で現在はアリゾナ州ツーソンに在住している。身長170センチメートル、体重57キログラム。右頭左打で瞬速攻守のスラップヒッター。背番号は26。ポジションは外野手。大学時代はアリゾナ大学に在籍した。NCWA 主催の 全米大学ソフトボール選手権では2006年と2007年の優勝メンバーで外野手の優秀選手に選ばれている。ナショナルチームにおいては2006年に行われた世界選手権でアメリカ代表に選ばれ11試合に出場し35打数11アンダ打率31414得点6盗塁の活躍でアメリカの優勝に貢献した。 ワールドカップには2006年と2007年にアメリカ代表に選ばれている。2008年には北京オリンピック代表に選ばれ、9試合すべてに2番センターで出場し、28打数10アンダー打率、3579得点1本塁打であった。準決勝の日本戦では9回表に先制のタイムリー的地打を放った。 しかし、翌日の決勝の日本戦では自身は2安打を放った。ものの、チームは、日本の上野幸子と、峰幸世のバッテリーを攻略できずに敗れた。この試合の最後のバッターがローである。ありがとうございます。